早く見せてくれ。そんなに焦んないでよ。ヘッド조각을건넸다。うわー、なんだこれは。すごいよ。こいつはすごすぎる。これこそ海賊シルマーの宝の地図に違いない。ちょっとお兄さん、あなたこの間その宝の地図を持ってるって言ってたじゃない。いやー、あれはきっと宝の地図の地図だったんだ。財宝の隠し場所を示した地図のその隠し場所を示す地図だったんだよ。ややこしいですね。でもその海図、樽の中から見つけたんですけど。まあその辺はいいことにしようよ。あそこに海図があったのはどう考えても偶然だけど、ジミーさんが古地図を信じたからこそ発見できたわけだし。確かにそうですね。ものは考えようね。まあ本人も喜んでるし、ここはそうしておきますか。あとそうだね、ジミーさん、一緒に見つけた探検はどうする？それは君たちに進呈するよ。お礼のミラが少なくて申し訳なく思ってたしな。で、별로필요없는데。どうぞ、好きに使ってくれたまえ。하나써야겠다이거。ありがとう。今回の働きぶりは本当に見事だったよ。この海図はきっとすごい発見だ。これからまた忙しくなりそうだよ。おっと、僕の方もグズグズしてらんないぜ。一刻も早く解読してオニールじいさんをびっくりさせてやらないと。オニールじいさん、じゃあな、助かったぜ。자、이렇게지미퀘스트가끝난것같습니다。オニールさんって、なるほど、そういうことだったんですね。オニールさんって、雑貨店を営んでいるおじいさんなんですけど、ちょっと困ったところがあって、どんな話でもとにかく大きく膨らましてしまうんです。ああ、いるいる、そういう人。じゃあジミーさんはそのおじいさんの大風呂敷を真に受けちゃってるってこと？はい、どうやらそうみたいです。はあ、純粋すぎるってのも困りものよね。あ、でももしそうだとすると、そんなおじいさんの話からあの海図が見つかったわけか。うん、そういうことになるね。ちょっと不思議なお話ですよね。信じていれば報われるってことかな。ジミーさんの場合は信じすぎだと思うけど。ま、全力で夢を追うのも一つの生き方なんじゃないかな。퀘스트낡은지도조사를달성했다라고합니다。저처럼순수하네요。귀가얇고。그러니까저어렸을때한중학생그때쯤에한참짐이라는욕이되게유행했을때그럴때가있었는데저같은경우는양천구화곡쪽에살았었거든요어렸을때좀다른지역애들이랑많이놀고그랬었어요근데영등포쪽애들이짐이막그런욕을많이썼었는데요즘은안쓰겠죠그런이제욕같은것도이제지역별로달라가지고그쪽에그랬었는데그랬을때가있었죠자어쨌든이제서브퀘스트는전부끝났습니다메인퀘스트인드디어바로이학원제도움요거를해야되는데학원으로가보겠습니다메인퀘스트죠아마뭐아이나가도따라서가면되겠지모르겠어요저희쪽에선아예안썼었기때문에그걸뜻도잘모르겠어요그냥뭐욕이구나그런느낌그런느낌이었고아예전몰랐던지라뭔지와외길이네에어레텐관문여기가볼게요예그럴거라고유추만하고있었어요뭔진잘모르겠고여기가다가근데여기맞을까관문지나서가는데가맞겠죠학교가이학교를제가처음가는거라서어딜지는잘모르겠는데그래게시판을보자남쪽에어레탱뭐야게시판엔딱이렇게그냥
지도상에 보이는 것만 알려줘. 그냥 뭐 에어레탱 그리고 학교 뭐 그렇게 나와있으면 좋을텐데. 아 전체 맵도 있어요. 이거 요게 있는데 나 이거 한 번도 안 켰구나. 튜토리얼 나오네. 지명 등의 명칭은 한정되어 있습니다. 방문하거나 사람이나 간판을 통하여 알게 되면서 자동적으로 기록됩니다. 확대할 수 있습니다. 요렇게 전체 지도를 볼 수 있는데. 아 와 나 이걸 한 번도 안 켰어. 여기 보이네. 오른쪽으로 빠지면 보이는구나. 아하 이런 게 있었구만. 저 기능을 이제서야 쓰다니. 자 비스타 숲길로 가보도록 하겠습니다. 이 숲길은 이제 다 비슷하다고 합니다. 몬스터들이 다 비슷해서 이제 사투리로 여기는 다 비슷하 그 말 때문에 이제 비슷하 산길이 되었다고 하는 비슷하 산길 이쪽으로 가다가 쭉 가서 아니 볼 수도 있죠. 왜 요렇게 왕립학교 방면 이쪽에서 나오는 몬스터들은 좀 더 강하겠지? 잠깐만 전맵에 아이템을 아닌데? 하나 더 있나 필드가? 지도를 보니까 아이템이 몇 개 있거든요? 근데 이 맵은 아닌데 필드가 한 개 더 있는 것 같은데 조금 더 가봐야겠다. 방면이니까 도착은 아니겠지. 도착이네. 왕립학교? 아, 여기가 王立学園か. 난ていうか, 落ち着いた感じのいい場所ね. 静かだし, 勉強するにはもってこいの環境みたいだね. 今は授業中ですから, もう少ししたら途端に騒がしくなりますよ. 学園祭まで間もないですし。 なるほど。 みんな準備に大忙しなんだね。 はい。 生徒会長に紹介したいんですけど。 오, 학생 회장. まだ授業中ですから。 まずは学園長室に案内しますね。 교장실? 学園長室? 王立学園の責任者であるコリンズ学園長のお部屋です。 本館1階の右奥にあります。 了解。 それじゃあまずは学園長に挨拶に行くとしようか。 이 학교에는 왠지 막 금발 트윈테일과 금발 막 드릴머리 뭐 그런 사람들이 다니고 막 오호호 하고 웃는 그런 캐릭터들 많을 것 같고. 뒷길 아니겠지? 여긴가? 그리고 그 뭐시기냐 교무실 교장실 여긴가 보다. 학교장 ただいま 戻りました. 학생 회장은 되게 아름다울 것 같고. 戻ったか. 오, 마법사 같아. そちらの君たちは 대현자님 같아. 初めまして, 学園長さん. 遊撃士協会から来ました. 오. まだ若いのに遊撃士とは 大したものだ. 個人で火事があったそうだが. もしや その関係で来たのかね? はい. 実は 클로제는 콜린스 교장에게 방화 사건을 포함한 일련의 사건을 말했다. 大変なことになったものだ. 와시라모 난라카노 카타치데 치카라니 나레루토 이노다가. 마즈와 학연사이오 세이코 사세테 고도모타치오 겐키즈케루 코토 소코카라 하지메루 시카 나이다로우나. 하이. 소코데 오시바이 니츠이테와 エステルさんとヨシアさんに協力していただこうと思いまして。いい考えだと思うよ。エステル君、ヨシア君、どうかよろしくお願いする。あ、はい。魅力を尽くさせていただきます。劇に関しては生徒会長のジル君にすべてお任せている。男長が？監督も担当しているから詳しい話を聞くといいだろう。わしの方からは 寮の手配をしておこうか。え？寮ですか？なんといっても学園祭までほとんど時間がない。おそらく毎日夜遅くまで練習する必要があるだろう。そうなると泊まる場所が必要になるのではないかな。あ、
なるほど。それは助かります。ちょうど授業も終わりだな。早速生徒会長に紹介してあげるといいだろう。はい。エステルさん、ヨシアさん、次は生徒会室に案内しますね。この本館の右手にあるクラブハウスの2階にあります。うん、それじゃあ行きましょう。おほう、オレンジョ、이쪽으로나갈수도있나?자학생회장을만난다고하는데남자같아요제가생각한거는그왜검은긴색머리에완장차고있고막그런느낌일줄알았는데믹틸라어쨌든그런느낌일줄알았는데남잔가봐실망이야학생회실어?아니네?각出店の체크と予算の割り当ては OK。招待書の発送も問題なしと。残る問題は芝居だけか。このまま見つからなかったら俺たちがやる羽目になるのかね。私はともかく、あんたは問題外でしょうが、衣装合わせをした時のおぞましい格好といったら。言うなっての。俺も思い出したくないんだから。ただいま、ジル、ハンス君。お、얘도학생의メンバーか보다、원래부터。학생회장부회장인것같아요クローゼ家事の話聞いたわよ大変だったそうじゃない院長先生とチビたちは大丈夫だったのかええ一応みんな無事でしたただ孤児院の建物が完全に焼け落ちてしまってそうか元気出しなさいよ悩んでいたって仕方ないわチビちゃんたちが楽しめるよ学園祭を成功させないとねうんテレサ先生にもそんな風に注意されちゃっただから全力で頑張るつもりあんたが本気を出せば百人力だから期待してるわよところでさっきから気になっているんだけどその人たちどちら様はじめまして私エステルっていうのヨシアですよろしくそれじゃああんたたちがクローゼの言ってた약속도리連れてきたわ二人とも協力してくださるって아요거는그뭐냐캡처보드라는장비랑그다음에셀렉터뭐그런장비를여러개써서컴퓨터를띄우는거라서보통그냥하면안되죠이야탓갔다와어우하지메마시테에스텔상요시아상완전내취향아니야生徒会長を務めているジル・リードナーと言います今回の劇の監督を担当してるわ俺は副会長のハンスだ脚本と演出を担当しているよろしくなお二人さんうんこちらこそよろしくお願いしますそれにしてもま何さすが遊撃士だけあってスポーツも得意そうな感じねエステルさん剣は使えるまあそれなりには棒術がメインだけど父さんに習ったこともあるしよっしゃこれで決まりねあなたにはクローゼと剣を使って決闘してもらうわん決闘もちろんお芝居でですよクライマックスに二人の騎士の決闘があるのよまあ劇の終盤を彩る迫力のあるシーンなんだけどクローゼと勝負できるくらい腕の立つ女の子がいなくてねこの子フェンシング大会で男子を押しのけて優勝してるしへえすっごいちなみに決勝で負けたのはそこにいるハンスだけどね悪かったな負けちまってちなみに俺が弱いんじゃないクローゼが強すぎるんだよあくまで学生レベルの話ですから本職のエステルさんの足元にも及ばないと思いますまたまた謙遜しちゃってでもそういうことならちょっとは協力できるかもクローゼさん頑張ろうねはいよろしくお願いしますそれにしても女騎士たちの決闘なんてなかなかユニークな内容だね女騎士二人に演じてもらうのはれっきとした男の騎士役だぜうんしかしヨシュアさんの方は文句のつけようがないわね期待してもいいんじゃない성별반전그런건가보다
悔しいが同感だぜ。여상하겠는데이거その劇どういう筋書きなのかな。題名は白き花のマドリガル。貴族制度が廃止された頃の王都を舞台にした有名な話なの。貴族出身の騎士と平民出身の騎士による王家の姫君をめぐる恋の鞘当て。しかもこの3人身分は違うけどお互い幼馴染の関係にあってね。それに貴族勢力と平民勢力の思惑と陰謀が絡んできちゃうわけよ。まあ最後は大団円、文句なしのハッピーエンドだけどね。へえ、面白そうじゃない。それでどうして女の子が男性役を。それが今回の学園祭ならではの独創的かつ刺激的なアレンジでね。男子と女子が本来やるべき役をお互い交換するっていう趣向なのさ。男女が役を入れ替える。へえ、そんなのよく先生たちが許してくれたわね。性差別からの脱却、ジェンダーからの解放とかなんとか理屈をこねて無理やり押し通しちゃったわ。本当は面白そうっていうそれだけの理由なんだけど。ジルったらもう本当、こんなやつが生徒会長とは世も末だよな。うん、確かに面白そうかも。ちょっと待った。その話の流れで言ったら僕が演じなくちゃいけない重要な役っていうのは。いや本当助かったぜ。クローゼありがとね。いい人たちを紹介してくれて。ごめんなさい、ヨシアさん。말안하고속였네。연습중어볼수있겠다여기서여장모습을오これが舞台衣装か。괜찮은데騎士っていうから鎧でも着るのかと思ったけど、さすがに甲冑だと演技に支障をきたすからね。이쁜데現在の王室親衛隊の制服をアレンジする方向で行ったのよ。そうなんだ。クローゼさんはショートだしハマり役って感じがするけど。ありがとうございます。クローゼさんもとてもよく似合ってますよ。そうかな。ところでなんで色違いになってるの。私が演じるのは平民の青騎士オスカー、エステルさんが演じるのは貴族の赤騎士ユリウス。それぞれの勢力のイメージカラーなんです。はあ、なるほど。それじゃあヨシアは二人の騎士の身を案ずる王家の白の姫セシリアだ。さあさ姫どうぞこちらへ。ちょっと待った、まだ心の準備が。여긴컷신이있겠죠아마 頼むから何か言って、このまま放置されるのはちょっと辛いものがある。いや、なんていうか全然違和感ないわね。びっくりしました。すっごく綺麗です。うんうん、自信持っていいぞ。事情を知らずにあんたを見たら俺ナンパしちゃいそうだもん。正直な感想ありがとう。全然嬉しくないけど。まさに私の狙い通り。この配役なら各方面から受けを取れること間違いなしね。みんな一致団結して最高の舞台にするわよ。잘생긴남자여장인것같다。그날밤부터에스텔과요시아는각각여자기숙사와남자기숙사에머물게되었다。ではエステルさん、手前のベッドを使ってください。サンキュー。でもクローゼさんとジルさんって同じ部屋なんだ。通りで仲がいいわけね。学園に入って以来の仲です。ルームメイトにして腐れ縁ってところかしらね。ところでエステルさん、一つ提案があるんだけど。何？私のことはジルって呼び捨てにしてくれるかな。さん付けされるとなんだかむずがゆいのよね。代わりに私もエステルって呼び捨てにさせてもらうから。
もらうわ。でしたら私のこともどうか呼び捨てにしてください。その方が自然な気がしますし。そ、だったら遠慮なく。ジル、クローゼ、しばらくの間よろしくね。はい、こちらこそ。まあ女状態だし気軽に過ごしてもいいわよ。建物の中にいる限りは男子の目も気にしなくていいし。だからといってだらしないのは感心しないけど。ああ、これだからいい子ちゃんは困るのよね。かまととぶっちゃってもう。あ、ひどい。そんなことを言う子にはお菓子焼いてもあげないから。おんまかった。うそうそ、クローゼ様、私が悪うございましたです。ダメ、反省しなさい。あら、どうしたのエステル、まじまじと見つめたりして。いやなんだか羨ましいなって。羨ましい？私もロレントに仲のいい友達はいるけど、せいぜいお互いの家にお泊まりするだけだったのよね。こんな風に気の合う友達と一緒に暮らせていいなって思って。クローゼ、どう思う？どうって言われても、エステルさんに羨ましがられるのはちょっと納得いかないような。あ、やっぱり何言ってやがるんだこのアマはって感じよね。なんで？あんたね、自分が誰と一緒に旅をしてるのか分かってる？自宅では一つ屋根の下で暮らしていたんでしょうが。え、それってもしかしてヨシアの話？もしかしなくてもそうですよ。あんな上玉の男の子といつも一緒にいるくせに女女体を羨ましがるとは。もったいないお化けが出るわよ。もう何言ってるかな。ヨシアは私の兄弟みたいなものだってば。何年もの間家族同然に暮らしてきたんだから。おほー、家族同然ね。あんたがそのつもりでもヨシア君の方はどうかしら。え、あの年頃の男の子って抑えが効かないって言うし、ましてあんたみたいな健康美あふれた子がそばにいたらいろいろと辛かったりして。もうジル、ごめんなさい。エステルさん、ジルってば興が乗ると人をからかう悪癖があるんです。ブーブー、悪癖ってなんだよ。何か文句でも？いや、めっそうもないっす。もうびっくりさせないでよ。そんな、まさかね、ヨシアがだなんて。意識してる、意識してる、ジル。おっと、忘れてたわ。寝る前に日報を先生に提出しなきゃ。それじゃおやすみ。先に寝ちゃってていいわよ。まったくもう。そうだエステルさん、私のでよかったらパジャマを貸しますけど。パジャマ。エステルさん？え？ああ、パジャマね。うん、何でもいいから貸して。자이렇게하루가이리하여뜻밖의형태로에스텔과요슈아의학교생활이시작되었다즐거운학교생활어왜깨우지연습하자그러는건가근데내가생각한학생회장의이미지가아니라서아쉽습니다가족이아닌동세대의동료들과깨어나배움에서나서는아침오선생님이머리를닦고있네으흠자고있나 아닌데딴짓했나으흠으흠오전중엔다른학생들과함께수업에참여하였고아학생회장이내이미지였으면은꿀잼이었을텐데딱밤이되면채찍을드는아름다운학생회장
방과 후에는 어려운 연습이 밤까지 계속되었고 바쁘지만 즐거운 학교 생활이 순식간에 진행하는 것이었다. 그리고 학원제 전날 와가 토모요. こうなればぜひもない. 我々は いつか雌雄を決する運命にあったのだ. 抜け! 互いの背負う者のために! 何よりも 愛しき姫のために! 運命とは 自らの手で切り開くもの 背負うべき立場も 姫の微笑みも 今は遠い. 臆したか、オスカー! だが この身を駆け抜ける 狂おしいまでの熱情は何だ? 自分もまた 本気になった君と戦いたくて仕方ないらしい。 革命という名の高き嵐が全てを飲み込むその前に 剣を持って運命を決するべし。 おう、我ら二人の魂、 空の女神もご将来あれ。 いざ、尋常に勝負。 おう。 잘하네. 間違わずにここのシーンを乗り切ったわ。 迫真の演技でしたよ。 クローゼには全然かなわないけどね。 セリフを間違えたことほとんどなかったじゃない。 私はずいぶん前から台本に目を通していましたから、私もようやくエステルさんの動きについていけそうです。いろいろと稽古をつけてくれて本当にありがとうございました。ううん、 クローゼの場合は基本がしっかりしてたからね。その気になればいつでも遊撃資格を取れると思うよ。おだてないでください。 아니 에스텔 귀여운데 왜 그래요? 딱 내 타입인데. いよいよ明日は本番ですね。テレサ先生とあの子たち楽しんでくれるでしょうか。本当に院長先生たちを大切に思ってるんだ。 まるで本当の家族みたい。 あ、ごめん、変なこと言っちゃった? いえ、エステルさんの言う通りです。家族というものの大切さは先生たちから教わりました。私、生まれて間もない時に両親を亡くしていますから。裕福な親戚に引き取られて何不自由のない生活でしたが、家族がどういうものなのか 私は全く知りませんでした。10年前のあの日、先生たちに会うまでは。 10年前、まさか100日戦役の時? はい、あの時ちょうどルーアンに来ていたんです。帝国軍から逃れる最中に知っている人とも剥がれて、テレサ先生と旦那さんのジョセフさんに保護されました。そうだったんだ。戦争が終わって 迎えが来るまでのたった数ヶ月のことでしたけど、テレサ先生とおじさんは本当にとても良くしてくれて、その時初めて知ったんです。お父さんとお母さんがどういう感じの人たちなのかを、家族が暮らす家というのがどんなに温かいものなのかを。クローゼ、すみません、つまらない話を長々と聞かせてしまって。ううん、そんなことない。 明日の劇頑張っていいものにしようね。はい、私が言うのもなんだけど絶対面白くなると思うわよ。ジルとハンスもいろいろと頑張ってくれたしね。<笑>そうですね。でも最大の功労者はヨシアさんじゃないかしら。あんなに演技がうまいなんて。乗り気じゃなかったくせに見事なまでのお姫様っぷりよね。発声といい<笑> 間の取り方といい、プロの役者さん顔負けですよ。ヨシアさんって演劇の経験がおありなんですか? あ、うん、私も出会うまでのことはよく知らなかったりするのよね。何があったのか知らないけど、あんまり喋りたがらないし。あ、すみません、失礼なことを聞いてしまって。<笑>いいわよ別に。うん、確かにヨシアは 何でも完璧にこなすタイプかな。ほんと、いつも余裕しゃくしゃくで可愛くないっていうか、たまに慌てたりする時なんかは可愛かったりするんだけどね。<笑>どうしたの?私たちの役、
逆だった方が良かったかもしれませんね。え？ユリウスとオスカーですよ。エステルさんがオスカーの方が良かったような気がして。え、どうして？確かに私が貴族出身のユリウスっていうのもちょっと似合わない気がするけど。いえ、そういうことではなくて、あの劇のラストで、姫様がオスカーにってやつね。はい。ヨシアも役得よね。クローゼ、ひょっとしてヨシアにされるの嫌とか？とんでもないです。でもなんだかお二人に申し訳ないような気がして。실제로하나보다。やだな、ジルみたいなこと言わないでよ。하는척이아니고。どうせヨシアだって手のかかる妹くらいにしか私を見てないんだから。